科の1年生ありがとう。顔薄いね。知らないか。お疲れ様いいな。時刻は18時36分です。メイクも超今日は超薄いし見る超薄いし帽子もかぶってて前髪も潰れてるし、あ、ちょっと待ち時間に配信します。一日お疲れ様。1週間の幕開けだよ。かわちい。ほんと今日もいける。かわいいって言われるかわいいって言われるレベルにある。ほんとはこうして配信したんやけどね。のレベル。ボーサボ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 サ。わかるかな。もうさ、まつげがね下がってきて、前みたいにギャンギャンではないんですよ。だから早くまつげ行きたくてしょうがない。予約してるんだけど、私が予約取りたい人はもうほんと人気者で、超人気でめっちゃ予約が埋まってて、でもなんとかゴールデンウィーク私お仕事じゃん、公開収録とかあるじゃん、だからそれまでに行きたいなって感じで予約してる。だからツアーとかはギャンギャンじゃないんですよまだ多分。どうしようって感じ。どうやって生きていこうって感じ。眉毛もね今生やし中。書いてないね。手抜きすぎない。今日のオフすぎるね。なんかオフじゃないけどオフすぎるね。こんばんは。いやなんかもうね、本当最近がっつりメイクのお仕事ばっかりだったから、ライブとかね、ライブ続きイベント続きだったから、ちょっと肌の負担がすごすぎて、わかるかな。ちょっとこの辺がね、ちょっとまだやっぱ荒れるんですよね。ここもねニキビできとって、まだだいぶ全部だいぶだいぶ全部あの治りかけにはなってきたんだけど、うん、
じ。明日も、明日実は、まあ、じじちゃんの手術なんだけど予定してて、で予約取ってたんですよ。で私夜がお仕事だったんだよね、予定では。そしたら昼間もお仕事入っちゃって、しかも県外に行くお仕事入って、自身の手術やばくねみたいな、どうしようってなって、それもなんとかうまくいろいろの順番を変えて、ジジを手術に連れていく。でもお仕事県外行って帰ってきて、でまた2つ目の仕事行って終わり、ジジ受け取って終わり。うまくいくかしら。じいちゃんどうしたのって、じいちゃんに去勢すんのよ、やっと。5歳なんだけどまだ去勢してなくて、もうずっとじじの子孫を残したい残したいって思ってたんだけど、やっぱ相手が見つかりそうにないので泣く泣く諦めました。最近まあやっぱりマーキングがすごくて、じいちゃんオスだからね。モニカ、モニカ、もうこれ以上。絶望はチャンスじゃないか。ここで、うん、あ、うん、別れよが明ける。うんうんうん。いやー。じいさんはいない。そうだね。でもね、待ち時間で。ジジはいないんだよ。ジジの話してたけどね。そう。影がね、こんな綺麗に影映ることある？私ね、影めっちゃ好きなんですよね。私と手の大きさ勝負しよう。何分くらいいける？55分。今日はラジオですよ。今日ちょっと配信短いんだけど、今日配信短いんだけどラジオがあります。今じいさん、あ、じいちゃんはあれよ、明日
福ちゃんに報告しなきゃ。しっぽ。でもね、あの天使のしっぽ、まあ須田キュンでひなちゃんがマシちゃんには可愛いのをさせるからねって言ってたんですよね。でだからそれをしてくれたのかなと思ったんよ。でなんかだからマシちゃんはジジを飼ってるから猫選抜って言ってたよって言ってた。でもそれプラス、そういう可愛い曲をさせようみたいな、マシちゃんはもう一生することないでしょって言ってた。だからって最後にめっちゃ可愛いのさせるよってって言ってました。だから本当実質ジジなんですよマジで。今日も朝載せたよ写真。みんなちゃんとリツイートとコメントとさいいねしてくれた。ちゃんと全部ハッピーセットでするんだよああいうのは。普段ああいうのあげないから、あげるときは緊張すんだから、あげたらちゃんとリツイートとコメントといいねハッピーセットして。わかった、わかりましたかすいません、これで通知来たら、通知取ってるからね、通知いっぱい来たらみんな私に忠実でいいですねってなるよ。後ほど対応しますさすがですね、飼い主っぽいね。なんかゆかりさんもいいな。チキン、でもやっぱ徐々にカメコが上がってるね。うん、なんか私マジでもう初期の頃とかマジでカメ子なんか苦手すぎて、そのなんて踊ってる時に可愛くとか、なんか表情管理とかもどころじゃなかったからさ初期の頃って、なんかもうほんま半目とかもなんかようわからん写真ばっかりだったんですよ。私踊った時こんな顔しとったんじゃと思ってずっとでもなんかやっと最近なんかそういう楽しい自然に笑って、なんかね、なんかわかる、踊ってる時のなんか表情とかも自然になってきて、何年かかんだよって感じだけど、そうやっとカメ子の楽しさを知りつつある。だから検索してるよカメ子 STU って。なんか自分のタグはついてなくてもさ、なんか映ってたりするじゃん、見切れてたりするじゃん。
そう、ジャキ見る。丁寧にね、なんか多分なんていうの、こうちょっとこうツヤみたいなとか、なんか丁寧にしてくれてる人とかもいて、ありがたいって、漏れ漏れって、肌荒れてたらごめんねって思いながら、楽しませてもらってもらってます。まだあるので見てください。ありがとうございます。嬉しい。だからいっぱい撮りたいなって思ってもらえるようにも頑張ろうって。やっぱああいうのってやっぱ推しも撮るけどさ、なんかこう自然とさ、こうカメラこう向け撮るときに、あ、この子撮りたいって思う瞬間って絶対あるじゃん、カメラマンさんの方って。なんぼ推しとはいえどね、もうあの一瞬一瞬っていうか、あの一枚一枚シャッターを切るのになんか命かけてる感じがしてでやっぱなんか私もいい写真撮れたら嬉しいし、きっと亀子さんもそういう気持ちなんだろうなって思ったら、やっぱりそういう角度みたいな、一つ一つのポージングとかもこう意識めっちゃするようになった。やっぱ亀子の時とか特にね、ちょっと長めにポーズ取ったりする。でも今回なんか亀子多かったよね。ね、思った。あと2分ぐらいで終わります。次の曲なんとか亀子タイム、あ、なるほどね。え、なんかさ、後ろのさ、モニターっていうか、スクリーンにさ、亀子タイムって出てたじゃん。あれめっちゃ良くなかった。いつも出てる？あれって。出てない時もあんのかな？いつも出てる？まだまだ楽しみにしております。まあ、次はね、もうツアーが始まるので楽しみだね。ちょっと本当もう今週はもうツアー付けの1週間になると思うんですけど、そう、昨日も宣伝した通り、そう、申し込んでくれた方もありがとうございます。きっとまだまだ申し込みのチャンスはあると思うので、そう、なんか配信もフル配信はこの件とこの件とこの件しますっていうのも昨日ツイートしたんだけど、配信がない件とかもあるからってなるとね、本当に両方楽しんでもらえるように頑張りたいね。はい、よし、じゃあ皆さん今日は23時から
ST48 のすだちでキュン、ぜひ聞いてください。今日は本当にあやぱんラスト回ということで、そう、なんですけど、最後にいろいろ迫っていきたいなと思います。マジで私あやぱんマジ好きなんよね、ほんまに、ほんといい子。あやぱんのあの空気感がマジで最高すぎて、ぜひ聞いてください。またツイートの方もさせていただきます。それじゃあ今日はこんな感じで終わります。ちょっと明日もハードスケジュールなんだけど、今日から1週間スタートということで、一緒に乗り切りましょう。ありがとうみんな、ピカピカの1年生ありがとう、キャマキャマキクヤさんありがとう。ちょっと今日は顔が薄くて、はい、ちょっと名前だけ読み上げていい？なるさん、まる元気さん、極楽さん、お、極楽さん、ふわじさん、しんしんしんくん、ばんちゃん、あかつきさん、あっちゃん、ちーたまひなおい、お、またまひなおいな、徳島総監督、徳田丸さん、おつにゃん、あ、お誕生日おめでとう、今度ちょっとまた言わせて、直接おめでとう、おつにゃん、おめにゃん。第2位はしそのろさん、そして本日の第1位は第1位は道しるべさん、おめでとうございます、ありがとう、おめでとう。ということで、ちょっとゲリラだった、ゲリラのゴリラだったんですけど、見てくれてありがとうございました。4月22日月曜日、今日も一日お疲れ様いな、引き続きまだちょっと一日頑張ります。バイバイ。